すいません。あ、いろいろすいません。トイレの下りですか？はい。そうですね。チューニングしますか？初めて来ていただいた記念に。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。せーの、乾杯。また3分聞いてしまうんではないかとコメントが。お、うん、じゃあちょっとゲストに失礼して、私あの30分正座をすると多分歩けなくなってしまうので足を崩させていただきます。すいません。では早速ですが、はい、1曲歌っていただいてもいいですか？じゃあネタをやれば。やったー、やったー、お願いします。すごい、テクニックです。テクニック、ありがとうございます。すいません。すごい。あの、私は海苔弁当があの好きなんですけれども、あの、お昼間この280円の海苔弁当を買って食べるのが日課なんですけれども、ちょっと好きすぎて絵に描いてしまいます。それであの、白身魚フライというのが一番好きで、それであの、まあ、白身魚ってこれ何の魚なんだろうかと、ちょっと調べてみたところ、メルルーサという深海魚であることが分かりました。どんな魚だったのかと、ちょっと、こんなもの食べちゃってたのかと、ちょっとこんなこと調べるんじゃなかったら、世の中にも知らなくてもいいこともあるんだな。あ、うちの父がお父様がちょっと、はい、お父様がお父様がタブレット様のお父様が、はい。そうですね、あの一人の間にお父さんが起きてくれるって。あ、でも帰って大丈夫。お父さんも帰られる。俺今日泊まるんだろ。俺も飲んじゃうの。あら、あら、お父さんも帰っちゃうんですか。うん、召し上がってるので。ネタの途中もしよかったら、もしよかったら、ちょっと笑って、はい、ご挨拶だけど。いいです、恥ずかしい。あら、お疲れ様でした。いいですね、この出張編生放送ならではの深海魚並みの素敵なハプニングが、ネタの途中でお父様が乱入という。お父さん帰っちゃいました。メルルーサーが深海魚なんですよね。そう、あの、そういえばしづらい、これ確かお父さんからのメルルーサー。いや、大全然大丈夫。はい、私続きが気になってしょうがないから。子供の頃、はい、なんかちょっとあの子供夜更かししてこうテレビを見ていたら、はい、あの深夜放送で昔の映画をやっていて、はい、あの市原悦子さんのこうベッドシーンを見てしまったことがあって、その時のちょっと気持ちが悪いなって思ってしまったんですけど、それを思い出してしまったんですけど、やっぱり好き、お前が好きだという、お前がやめられないという愛しのメルルーサという曲を聴いてください。メルルーサ愛している、今日からと上がっているよ、そこは雨は上がる、波は凪る、さえはタル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 ソースよ。まとったお前ドレス、あ、
見て熱い衣を脱ぎ捨て8月31日で今39歳でよろしいですか、はい、あ、違いないです誰自分ちなみに髪型はいつぐらいからこの素敵ウェーブなんですか。これはまあ、もともとちょっと演歌歌手みたいな活動をずっとしてたので、はい、その頃は本当黒髪で、うん、もう七三分けに近いような形だったんですけれども、まあ、いつの間にかというかそうです。ちょっとまあバンドをやったりしてた時期もあって、それでちょっとロックっぽい曲とか、グループサウンズって、はいはいはい、わかります。私ゴールデンカップで働いてました。本当に。はい、あの本木の。のカップスの。そうですそうです。ゴールデンカップの。テイラーさんとか。はい、あの三木吉野さんとかっていろいろ話したりして。本当ですか。はい、いわゆる GS とかも小学生の時からすごい好きで、自分が言うとマシナス声をもうちょっと上げてますかすいません、マイクちょっと上げたんですよ、ね、ごめんなさいね、私そう、そうですよ、はい、皆さん大丈夫ですかね、笑い声とタフレットさんのギャップがギャップがね、あ、なんだっけ、そうですね、ちょっと GS とかもすごい、はい、GS ですよ、皆さんガールズサイドですよ、違います。古い歌謡曲がとにかく好きで、何でも結構。で、その過程でまあ GS も好きになって、割と格好をこうちょっと髪の毛を染めたりとか、GS っぽいバンドをやったりしてる過程で、なんとなくだんだんこういう感じの髪型になってきたということ。素敵ですね。ナッキーが聞きたかったのは、聞きたかったのがですね、タムレットさんはずっとこう歌謡曲を歌を歌われて歌手さんでいらしてからお笑い芸人さんにこう転身されたじゃないですか、はい、その前というかその歌だけじゃなかった時に例えばアルバイトとかなんか他にお仕事はなさってたんですかズバリ。まあ、高校出てからもう古本屋で最初、はい、もう相原駅というところの八王子の隣の隣、はい、すごいちっちゃい古本屋をずっと一人で任されている。もう8年ぐらいずっとその生活を毎日そこにいてほとんどそうですよね、年越しもそこにいるようなぐらい、まあ、そのお店がちょっとなくなるということになって、はい、それでなんか資格を取ろうかなってなった時にホームヘルパーの資格を取りまして、それで介護訪問入浴と、はい、声聞こえてますかね、聞いてます。訪問入浴というのをやってる最中にちょっとマヒナスターズに、はい、もともとちょっとマヒナスターズがすごい好きだったということで、はい、ただファンの立場だったんですけど、うんうんうん、ちょっとそのメンバーがちょっと足りなくなったっていう最年少で、ね、方にそれで誘われまして、うんうんうん、でそうですね、その介護の仕事をしながらしてる時に誘われて、はい、で今もちょっとやっているんですけど介護をそうなんです今もやっていらっしゃる優しい声でお風呂に入れてもらえるということですか、はい、歌ってくれるんで多分たまに歌われたりなさるんですか。それってやっぱその結構介護のネットワークみたいな感じで、うんうんうん、割と施設に歌いに行くことが多くて、でデイサービスとかいう施設で働いていたことがあったので、うん、それで今も施設には結構行くことがあるんですけど、はい、その紙で介護をしてらっしゃるんですかというコメントそうですね、でも今もこのまま、はい、介護の時はでも縛ったりしますか。
あ、実はでも縛らずにこのまま、たまにちょっと拒否のオタクとかあったりするんですけど私歌詞だけ考えてきたんですけど、はい、もしよかったら暁の自己紹介をムード歌謡っぽく歌うことができるかなって、すごい長い曲すごい長い、いやこれ詰め込みます私、ここで盛り上がっていってサビになり、ちょっとお願いするに恐ろしい歌詞の量だよ、ね、最後に私ワンフレーズかと思って、私もそう思って今こんなに書き込んでるの見てちょっとひょっとして申し訳ない気持ちでいっぱいになってすいません、ちょっとどうしても気になる、ところに引き込み方が、ね、超細かい、じゃあメルルさでもメロディーそんなご存知ないと思うんですけど大丈夫なんでしょうか、いやもう大丈夫、さっきも奇跡をさせていただいたので大丈夫です、じゃあメルルさってところをみんなでっていうところタルタルとかこの辺でもしはい、コーラスとか入れていただければなんとなくムードコーラスな、あ、すごーい、うん、この辺でコーラスだって、じゃあゆっくりの方がいい、あ、じゃあゆっくりメルルーサで、はい、すごい練習をお願いします、あ、広告いっぱいありがとうございます、ありがとうございます、
曲を、うん、いいですか、はい、タブレットさん。はい、何回もメルルサを歌わせるのもね、うん、最後にメルルサで締めます、ね、最後メルルサ頑張って保って終わりましょう、はい、じゃあさっきラブで披露したこの曲をかけたいと思います。はい、やっていただいちゃいますか。はい、はい、お願いします。お願いします。すいません、あった。メルサ愛している今日もカラッと上がっているよ。その雨は上がって波は泣いるさえ渡るタル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 ソースをまとったお